10時14分でございますけれども到着しそうな感じでございます。私のフライトは何だと思いますか？次のフライトは6分後の10時20分でございます。ダメかな。最後までかかっちゃった。あ、最後福岡に帰ってきます。あ、はい、それでちょっと全部振り返っていただきます。すいません、今日もありがとうございます。一緒にその36この便まで16時半に、はいはいはい、福岡に着いて、その後がもうない19時40分、この19時40分発でお手続きして、はい、で20時25分に宮崎に着いて20時55分の便で、はい、最後この時間になりますけど大丈夫ですか？大丈夫ですよ、はい、大丈夫です。それで、はい、じゃあいいっすか、すいません、はい、申し訳ございません、失礼します。飛行機降りてから、まあ、ちょっといろいろまたありましてね、今11時15分で、まあ、福岡空港にいます。ということは皆さん送り好きと思うんですけど、飛行機には残念ながら10時20分のやつにはね、あの乗ることができませんでした。そこからだいぶ時間が経っております。ただね、まあ、なんとかなってないんですけど、ね、なんとかなりました。さすが JAL と言いますか、申し訳ないなみたいな感じでね、降りた時からのちょっと説明をさせていただきます。まず、まあ、飛行機降りた瞬間に宮崎行きのお客さん、まあ、宮崎から来たんですけどもね、多分他のお客さんがなんで宮崎から福岡来たのに宮崎行きのに乗り継ぎのお客さんがいるんだみたいな、ね、ことを思ってると思うんですけども、って言われて、あ、ワンチャンこうね飛行機待ってくれてんのかなみたいなと思ってたんですけども、あの飛行機は行っちゃったと、まず10時20分もう出たのが10時24分とか5分だったんでね、あ、ダメかみたいな感じだったんですけども、そこからのねすごい対応で、あの、まあ、お客さんね次の便振り替えますみたいな感じで、あ、でも僕から説明したら、いや今日4往復する予定だったんですよねみたいな感じで、あ、そうなんですかみたいな感じでね、そこからね、あ、じゃあね JAL の方で今回ねあと残り3往復できるように調整してみますみたいな感じで行ってきて、おおみたいなね、あの感じ。結果的にはこういろいろ宮崎行きの便っていうのはあるんですけども、1日3往復残りできるようなねスケジュールを全部組んでくれました。結構時間かかってね、本当にね申し訳ないと思ったんですけども、なんとねそんなところまでねやってくれるといいますか、多分もうね僕みたいに福岡と宮崎行き来してるような人たくさんいすぎてもう慣れてるんでしょうね。なんかそれをもうあっちも認識してて変えますみたいな感じで言ってくれたんで、まあ、絶対 LCC とかだとないような対応になりますので、まあ、それを考えると本当にね JAL すげえってね、まあ、こんなね修行僧にも対応してくれるんだなみたいな、僕はてっきりこう払い戻してお金払うからまあどうぞみたいな、まあ、あと2往復頑張ってねみたいな感じだと思ったんですけども、 JAL はもう他のやつでに振り返ってでもこうね調整しますと3往復させてくれるということだったんで、いや本当に申し訳ないというかびっくりしました。はい、それであの他にも宮崎また行くようなお客さんもいらっしゃいました。あのいないと思ってたら2名かな、平日のだったんで僕1人と思ってたんですけど、そんなことはなくて、まあ、2名で、その方にちょっとお話聞いたら土日はもっと多いよみたいな感じで言ってたんで、いやだからね土日だともっとね僕みたいにこうね宮崎と福岡移動してるような人たちも多くて、もう福岡空港の人たち普通に JAL の人たちもね当たり前のように対応してるんですね。それをねあの知ってちょっと驚きました。というわけで次のフライトは11時45分かになりまして、まあまたね宮崎行ってあと残り3往復残ってるわけですけども、まあ、回数ね減らすことをちょっと確保してたんですけども、減らすことなく今日1日終われそうです。そんなね JAL の、まあ、神対応みたいなあのお話でした。よかった。マスクはワークカバーの中に入った状態で自動的に出てきます。
しいことは何もないですけど、ね、はい、たくさんね修行僧の方がいるっていうのは分かったんで、恥ずかしいのは全然ないです。宮崎空港2回目本日また戻ってまいりました。まあ、とりあえず飛んでよかったです。はい、楽しいですね。なんか修行もなんか逆にテンション上がってきました。着いたばかりなんですけども、宮崎空港に今12時44分なんですよね。まあ、それで13時、まあ、とんぼ帰りですね。だからね、JAL3630 便に乗ってまた再びすぐにもう福岡行きます。今回はちゃんととんぼ帰りできるかな。誰か客室乗務員の方とかパイロットの方とか体調崩してないでしょうか。1回目はそんな感じでしたかね。はい、ここでまだね搭乗券実は持ってなくて、前で発行してくださいみたいなこと言ってたんで、なんかシステムの関係でねすぐには反映して印刷ができなかったみたいで、じゃあここでねちょっとお願いして待っときたいと思います。今回 6A という、ね、場所になります。はい、では行ってきます。まあ、同じ飛行機になりますね。客室乗務員は先ほどと同じ方々ですね。後ろで宮崎空港行かれる方お声掛けくださいみたいな感じでね、多分他の人は何言ってんだ今来たのにみたいな感じだと思います。はい、ではまた案内されます。福岡空港着いたわけでございますけどもね、今はね午後2時2分なんですけども、25分のフライトにまた乗るんでまた飛行機ですね。はい、というわけで、ね、本当は一覧でねちょっと食べようかなみたいな感じで思ってたんですけど、全然そんな時間もなく、まあ、次も行って帰ってくるんですぐに、ね、ピストンで次帰ってきたら食べようかな。腹減った。また機内の中に入ります。
皆様のお手荷物は上の棚または座席の下などにお入れください。座席につけし今回15シートという座席になりまして、通路側の座席になります。振り返られたやつでね、通路側だったのをそのままにしました。はい、というわけでこれでまた宮崎に行ってきます。はい、やっと今日の収録後半にこれから入るというわけで、もうだいぶ経ったような気がしますけどね。離陸の許可を待っております。およそ3分ほどで離陸できる予定でございます。お急ぎのところ大変恐れ入りますが、シートベルトはお締め置きのまま離陸まで今しばらくお待ちください。宮崎に行ってまいります。ながらの到着。本日は皆様大切なご予定がある中、福岡空港混雑のため皆様の到着が遅れておりますことをお詫びいたします。結構2、30分ぐらい遅れたような気がするんですよね。帝国についてシートベルトの着用のサインが消えます。ではね、宮崎空港に到着いたしました。今ね、午後3時36分なんですけど、次のフライトが JAL の3634便というやつで、まあ、またね、当然福岡に行くわけですけども、4分後、定刻だとね、それでね、先ほどここに着いたら、やっぱりこう同じゲートで、だからまた同じ機体に乗るんですね。それで10分遅れになってました。機材到着遅れということで。でもある意味、安心ですね。遅れても当然ですよね。同じ機材に乗んでね、さっきみたいに。到着した時にもうね飛びましたみたいなこと言われることないんで、あともう一回宮崎空港に来るのか、はい、そんな感じとなっております。ではここでちょっともうちょっと待ったら多分まあね気にならないそのうちなるんじゃないですか。だんだんなんか、ね、雑になってきたような気がしますけど動画が。ではまたあちらで向かいます。今回は窓側の席15エーテル座席です、はい、続いて酸素マスクの使用方法を説明いたします。この便は日本航空3634便福岡空港行きでございます。本日は福岡空港混雑による初期到着遅れのため皆様の機内へのご案内トラブル出発が遅れておりますことをお詫びいたします。それでは福岡空港到着いたしました。またね、次フライト一往復あるわけですけど、もう次のフライト2時間40分後の夜7時40分
なんだいぶ空いてるんですよね、実はここ、まあ、なんでちょっとこう一回外に出るか、まあ、空港内をちょっとブロブロして食事でもしようかなっていうのを思います。ちょっとカードラウンジでね、パソコンでも触ろうかと思います。カードラウンジ思った以上に良かったです。あのパソコンスペースがあって、そこでパソコンしてたら晩ご飯ちょっと食べようかなというふうに思ったんですけど、あっという間に時間が過ぎて YouTube も1本動画上げることができました。というわけでもう1回ね、あのもう時間になってきたので、今は7時10分ですよ。それで7時40分にフライトがありますので、制限エリア内に入ってもうゲートの前に待機しておきたいと思います。宮崎行き3639便ご利用のお客様、次のご案内まで4番搭乗口付近にてお待ちください。はい、今飛行機がね来て、そこから準備するということなんで、なんかちょっと遅れを匂わす感じで、結局最後に遅れるのかなみたいな宮崎便は。まあもうでも大丈夫です。もうね今日は福岡に泊まるんで、まあ帰ってこれれば大丈夫です。宮崎福岡が結構なったらやばいですけどね。ただいま福岡空港の工事に伴いまして、皆様にはご不便をおかけし申し訳ございません。搭乗開始をちょっと遅れて行われています。機内に入りたいと思います。最後にラスト情報、しました。まあ、景色もめちゃめちゃ良かったんですけど、さすがに夜となるともう夏といえども真っ暗であんまりよく見えませんでした。宮崎空港に到着しました。本日4回目でもうラストでございます。まあね、やってみるとあっという間って感じで、まあ、確かにね朝から動いてたわけですけど、一日が何よりねめっちゃね長く感じますね。そういった意味ではいいかもしれないですね。やっぱりいつものように働いてたりとかねしてたらね、一日なんてあっという間終わるじゃないですか。でもこの修行してたら一日めっちゃ長く感じます。だからそういった意味でこうやってこう時間のこうなんていう感覚をストップさせるにはいいかもしれないです。はい、というわけでまた今ね、あの37分8時のねなんですけども、帰りラストが20時55分なんで、あと30分後ぐらい、多分同じ機体で、そうだよな、はい、帰ることだと思います。あ、そうそうそう、それでね降りるときにねお待ちしてますって言われてたんで、もうね僕がこうねまた帰ってくるっていうのはバレてるみたいですね。結構だから他の方でもなんかこう言われたみたいな感じでね、聞いたことありますので お待ちしてますみたいな感じでね、まあ、ちょっとそれはねなんか聞くと多分恥ずかしいと思うんですけど、でも全然なんかねもう当たり前で、あっちもまあねこういった人たちが いるのであればおもてなそうみたいな感じでしてるような雰囲気がうかがえるんで、全然なんかこう恥ずかしいとかね、なんかこいつ変なやつだなみたいな目で見られることは一切ないんでね、僕はすごい恥ずかしがってたんですけど、そんなことはなくて、もう今はむしろ居心地がいいみたいな
また来ますよみたいな感じでねなっちゃいますね。だからそういった意味でだから安心してください、もしやろうと思っている方は。というわけでここで待ってね、また帰りのフライトラスト8フライト目、ね、はい、無事ね欠航しないで、欠航したら困るんでね。それでは最終便、今からねまた再び機内に入ります。最後のフライトです。最後は 5K という、ね、窓側の座席となります。あ、入るときにお待ちしてましたということで、はい、私も待ってましたということで、はい、これで福岡に帰ります。今日は福岡にホテル取ってるんで、まあ別に私は福岡に帰ればいつでも大丈夫です。それではまもなく到着です。もう今日朝からね、福岡空港にとからへんに、あと宮崎空港に12時間ぐらい空港関連とこにいたんで、さすがにちょっとね疲れましたね。この飛行機は15番駐機場に到着いたします。皆様お急ぎのところ恐れ入りますが、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。なお他のお客様のご迷惑となりますので恐れ入りますが、携帯電話の通話はお控えください。座席の上の天井は低くなっておりますので、座席をお立ちになる際にはお気をつけください。また機内に携帯電話や貴重品などお忘れ物をなさいませんよう、お座席割りやシートポケットをどうぞもう一度お確かめください。連日の猛暑で何かと疲れが出やすいことと存じます。皆様暑さで体調などお崩しになりませんよう、どうぞお体を大切にお過ごしください。また遅い到着となりました。これより先も皆様最終目的地までお気をつけてお迎えください。皆様本日もまもなく出発メンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく駐機場に到着いたします。なお本日皆様お急ぎのところ恐れ入りますが、到着ターミナルまでバスでご案内いたします。飛行機を降りの際、お搭乗時と異なり買い直しをいたします。手すりをお持ちになりゆっくりとお降りください。足元に十分お注意ください。ただいま駐機場に到着いたしました。通常シートベルト着用サイン消灯まで今しばらくお待ちください。福岡空港改めて着きました。ちょっとねここで話そうかと思ったんですけど、総括で、ね、修行してみて、ちょっと早く帰りたいんでホテルに向かいます。ホテルでまた最後の締めを話します。
ホテルに来ました。ホテルはね、今 ANA クラウンプラザホテル福岡でも博多駅から歩いて5分ぐらいのところに来ていてね、そこに宿泊してます。それで今は時間なんですけど23時ということで、まあ今日一日本当にね修行で動きましたという感じでございます。修行ね、疲れはしましたけど、じゃあどれぐらい長く疲れた感じなのかっていうと、明日も同じことできなくはないかな、もう一回ぐらいならって感じで、普段まあ私結構こう長い路線とかも海外線とかも乗ってアメリカとか行ってますけども、まあ疲れ具合によるとニューヨークまでのフライトエコノミークラスで乗るような感じと一緒ですかね。こっちはまあ短いやつをこうね歩いたりできるんで途中でね、ただね長くこうね寝たりとかそういったのは逆にできないっていう感じなんで、まあ寝れはしましたし、あるフライトではあるフライトでは寝たいけど寝れなかったとかね、そういったのがあって、まあ今回8回乗りました。まあそれで私今と言いますか19回これで飛びました。なんであと31回となります。まあ、だいぶねこうボーンと来ましたね、1日だけで。いやすごいですね、やっぱり割り切って修行はすべきかなっていう風にね。これ絶対でもね50回ってね普通にやってたら無理だと思いますけどもね、出張とかねちょっとした用事で乗って50回っていうのはやっぱりもうね修行っていう風に割り切ってやらないといけないような数字だと個人的には思います。というわけであと31回、まあねちょっといろいろ私も考えてまた計画しないといけないんで、もう今7月23日なんでね、あと4ヶ月ぐらいか、それであとまだ半分にもいってないっていうね、あの感じでございますけども、まあでも大きな一歩今回ね踏み出すことができました。今回は台風にも合わなかったですし、あとは、まあ、昨日ね落雷というトラブルがあったにもかかわらず福岡空港は通常通り、まあ、動いてくれたということもありましたし、今日ね1時間遅れね、あの2本目のフライトが、それでまあ次のフライト乗れなかったわけですけども、それでも JAL が助けてくれて調整してくれたっていうので、まあ、今回ね予約していた8便はね、まあ、時間帯はこう変わりましたけども、あの乗ることができました。まあ、これについてはまあ JAL も思った以上に本当にあの安い航空券5000円ちょっとぐらいの航空券しか払ってないのにね、そこまでしてくれるんだっていうのは正直思いましたけども、まあこれは空席とかあったんで、まあ、調整してくれたって感じなんで、まあ、いつもこんな感じとは限らないんで、ね、まあ、修行するときはね、そうなったらね、ちょっと笑って過ごせるぐらいの余裕が欲しいかな、みたいなね、感じで思ってます。だから、皆さんもね、ぜひともね、もう余裕を持って修行した方がいいとね、今回本当に痛感しました。まあ、それで、この福岡、宮崎はやっぱ効率はめちゃめちゃいいと思います。というのもやっぱり値段も航空券ね、あの5000円ちょっととかでね、一番安いやつだと取ることができますし、なんといっても、こう、福岡拠点、において、ね、福岡ってめちゃめちゃ空港と博多駅って2駅しかないんでね、まあ、そこにホテルいっぱいあるんでね、そこを拠点にしとけばもう本当に朝からフライト乗ってこうやって行き来してすぐねもう終わったらこうやってホテルに戻ってくることもできます。いやそれ素晴らしいね。伊丹空港とかだとねなかなかこうホテル市内のねとこ行こうと思ったらまた結構ちょっと面倒くさかったりしそうな気がするんですけども、福岡は本当にねいいと思います、拠点にするにはね。それで私ももしこう回数足らなければここ博多のね拠点にしてもう一回宮崎まで行ってもいいのかなみたいな風な感じを思っております。まあせっかくなんでもね違うとこも行きたいなみたいな、那覇でもなんかこう離島でねいっぱい飛んでるとこがあるっていう風に聞いてるんで、ちょっとそこを狙うのも次ねいいかもなっていう風に思っております。それで福岡空港のカードラウンジ、あそこもねすごい良くて、パソコンできるスペースがねめっちゃ多いんですよね。それでまあ飲み物もねありますし、だからカードラウンジにしてはめちゃめちゃいいなみたいな感じで、まあ僕自身本当にあそこも1回しか行ってないんですけども、長いフライト時間がね空いてるのであればあそこでちょっとこもってるっていうのも全然できますし、そういった意味では本当に福岡空港って理想、修行にとってはめちゃめちゃいい空港だと個人的には思いました。ここの多分福岡宮崎っていうのはもうだから全然もうね、これ何度も動画の中で説明したと思うんですけども、スタッフの方も全員熟知してます。それに関してはこんな奴らがいるっていうのは、それでもうそこまでその人たちもおもてなそうみたいな感じでちょっと迎えてくれてるんで、全然なんか恥ずかしいとかそういったのは一切ないんで、まあもし回数修行される方があるのであればもうねこの宮崎福岡間ねどんどん
飛んでみてはどうでしょうか。多分これ今は5000円とかで、まあ、飛べるわけですけども、これもしかしたらね、人気が出てこの路線もっと値段がそのうち上がりそうな気がしなくもない。というわけでね、まあ、今回福岡宮崎をね、まあ、8区間ね1日で飛んでみたという動画です。これね1日10便もねすることができるみたいで、途中でね四国の松山かな、徳島かなんかどっか絡ませれば、まあ私2時間ぐらい今回フライト空間あったんですけども、本当はね私が撮ってたフライトだと4時間ぐらい空間あったんです。なんかそれをうまく調節すればなんかもう1往復フライト四国に1回行って帰ってみたいなこともできるわけですけども、もしそれ今回私撮ってたら1時間2フライト目のやつで全部もうスケジュール崩れちゃったんで多分飛べなかったんですよね。まあなんでそういった意味で私ちょっと今回8でちょっとまあどうせなら10飛びたいなと思い予約した後に知ったんでもうどうしようもなかったんですけども、まあ、今回は逆にそれでまあね遅れたおかげで全然、ね、目標は達成できたんで良かったのかなっていうふうに思っております。まあ、こんな感じで今回のね動画終わりたいと思います。まあ、この動画面白かった、役に立ったと言っている人も高評価、チャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram、ブログやってますのでね、フォローとチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じで、まあ、JAL のね、JGC 修行、あと31回。長い、長い。半分もまだ行ってないのか。というわけでね、まあ、せっかくなんでね、まあ、こうやってね、単純往復して、ね、しながらでも、なんかこう、楽しみながら今後もやっていきたいとは思ってますので、ね、やっぱね、次は沖縄かな。って感じで、まあ、今回の動画終わりたいと思います。今日はもうぐっすり寝ます。明日の夜にまたね JAL で大阪に帰りますので、まあ、それでもプラス1なのかっていう感じになりますので、はい、引き続き応援応援まあ頑張ります。こんにちは、ご搭乗の皆様に操縦席をご案内申し上げます。本日も日本航空2058便大阪国際空港行きをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ただいま皆様の左手下松山市の市街がご覧いただきます。この後徳島上空を17時57分頃、また和歌山上空を18時丸3分頃それぞれ通過いたしまして、ただいまの皆様の大阪国際空港到着予定しております。帝国よりも10分ほど遅れまして18時20分頃の到着を見込んでおります。大変お急ぎのご旅行中とは存じますが、遅れますことをお詫び申し上げます。なお航路上の天候につきましては、気流につきましては、遅れ旅行と判断しております。つまり機内でございますが、しばらくのご心配を申し上げます。本日もご搭乗誠にありがとうございます。もう一度お確かめください。空港周辺の現在の気温36度と、こちら関西でも猛暑日が続いております。夏バテや熱中症など十分ご注意の上、皆様どうぞ素敵な夏をお迎えください。今日もワモルドライアンスメンバー日本航空をご利用くださいまして誠にありがとうございました。通常のシートベルト着用のサインが消えますまでお座りのままでお待ちください。